恵み深い天の父なる神様、あなたの清い御名を心から賛美いたします。今日も私たちがこの金曜日の朝、まず最初にあなたの宮に来て、あなたを賛美し、あなたに祈り、あなたの御言葉を開ける恵みをありがとうございます。私たちはすぐに自己中心の思いが心の内から大きくなり、自分の思い、自分の感情、それで歩んでしまいがちですが、このように最初にまずあなたの前に出て、あなたの御言葉から教えられ、あなたに祈り、そしてその祈りさえも自己中心の祈りに偏りがちですけれども、こうして共に祈ることによって、またあなたの御名によって祈ることによって、祈りすらもあなたに介入していただき、あなたの御心に沿った祈りに変えられていきますように導いてください。この時一人一人、ここに集まっている一人一人を主が豊かに祝福してくださいますように、今日必要な御言葉を与えてくださいますように、イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。本日はイザヤ書の28章16節一緒に見ていきたいと思います。イザヤ書の28章の16節です。Isaiah chapter 28, verse 16. Isaiah chapter 28, verse 16. イザヤ書の28章16節をお読みします。それゆえ、神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。本日はこの箇所から、キリストに信頼する者、キリストに信頼する者というタイトルで共に見ていきたいと思います。私たち夫婦が牧会に就くようになって、いつも大事にしていることというのは、常に福音宣教、イエス様のことを伝えていくということを、私たちの本当に大切な神様のからの召しの働きの一つとして捉えてきています。ですから軽井沢にいた時代からも、またこちらに来てからも、教会に来られている未信者の人を見つけては声をかけて、バイブルスタディしませんかってこう声をかけ、その方のお家に行ってみたり、またうちに来ていただいたり、また礼拝後とか教会の時間に、また終日に教会に来ていただいたり、カフェであったり、いろいろな形でこうバイブルスタディというのを起こして、たくさんの方たちにこうイエス様を紹介してきています。しかしそれがですね、最近かなりその人数が増えてきてて、私たちが牧会に出てきた、26年経つんですけれども、多分一番今が多いと思うんですね。だいたい週に今8人から多い週で15人ぐらい個人的なバイブルスタディをしているんですけれども、本当にその中でイエス様のことを信じたいけど、何を信じていいかわからないんだっていう方が最近多くなってきています。こちらの方から声をかけてですね、聖書の学びしませんかってこういうこともありますが、今までは大体それだったんですけれども、最近は礼拝の後に、先週も実際そうだったんですが、礼拝が終わって私がいたら追っかけて来られた、初めて来られた方がいて、で礼拝後にバイブルスタディしてるっていうふうに聞いたんですけど、自分にも十分入っていいですかってこう言われてきたんですね。で、今日はちょっとないんですけどって言ったら、聖書が何を教えてるかを知りたいので、バイブルスタディに自分も入れてくださいってこう、どなたから私がやってるのを聞いたんだと思うんですけど、初めて声をかけてくださった方がそれが最初だったんですね。で、今度の日曜日からするんですけれども、そのように何かを信じたい、で教会にも来ていて聖書を読んで何を教えてるのかがわからない、だから知りたいっていう方が最近すごく多くて、で今週も水曜日に信仰を持って間もないことをバイブルスタディをして洗礼準備をしたんですけども、学びをするたびにですね、聖書の話をする、すると目をピュッと大きくしてですね、すごい、そんなことが書いてあるんだ、もうそう言いながら一生懸命ノートを取ったりしている。また昨日もバイブルスタディ2名の方と別々でしたんですけれども、その時にもですね、聖書の話をする時に、なるほどとか、そうなんだとか、じゃあここはどうなんですかとか、そういう質問がどんどん来る。
本当にこう神様のことを知らない、特に日本人は育ってきた環境の中で聖書に触れる機会というのは教会とかクリスチャンホームで育てば別ですけど、そうじゃないともう本当にないんですね。なので聖書が教える一つ一つがもう新しいことを過ぎてこうびっくりする、そういう表情で学ばれる人が多くいます。でもその中でですね、こう教えていく中で、でもこうじゃないですか、ああじゃないですかっていろいろとこう質問してきて納得がいかないっていう方もいますが、でも逆に本当に素直になるほどなるほど、いやそれだったら信じたいです、天国行きたいです、そういう方も少なくありません。すごくこう素直だなと思いますし、またそうやってあイエス様を信じれば天国行けるんですねってこう言ってですね、じゃあ信じますってこう素直に言って洗礼を受けていく、そういう姿を見ると本当にこう励まされていきます。信じていかない人、なかなか信じれない人、バイブルスタディをしていてもなかなか信じれない人というところの共通点があります。そういう方というのはだいたい聖書が何と言ってるかはこう理解するんですね。でそういう方すごく勉強が好きなんです。聖書一生懸命こう勉強してノート取ります。でも自分がこう自分の価値観、自分がこう生きてきたっていうものをこう崩すことができない。聖書はそう言っていてもこうですよね、聖書はそう言っていてもああですよね、いや聖書がそう言ってたらこうなんですよ、聖書がああ言ってたらこうなんですよ、いやでもそうすると日本はじゃあこうなんですか、日本の考え方って間違えてるってことですかとか、こう自分が今まで培ってきた価値観というのを崩されたくない、自分が生きてきた大切にしているプライドというのを崩されたくないというのがこうすごく表に出てくることが多いです。でそうするときにやはりそれを崩されるのも神様なので、本当に祈りながら私ができるのは事実の福音を伝えることだけ、真理を伝えることだけで、あとはその方がそれをどう自分のこう今までのプライドとか価値観とたとえ違っていたとしても神様の御言葉を上に持ってくれるかどうか、それはこう神様にも委ねていくしかないので、そういう方とのバイブルスタディというのは特にこう心の中でもずっと祈りながら神様がこの方の価値観をこの壁を崩してくださいと祈りながらこう学びをこうするようにしています。その学びをする中でいつも思うのがこの信仰とか悔い改めて神様に立ち返るということは本当に自分の生きてきた生き方を方向転換すること、こう180度変えていくこと、自分自身が変わる必要は全くありません。こう元気だった人が静かになる必要もないし、自分の思考を変えていく必要もありません。人とか苦手だった人が人とお好きにならなくちゃいけないとか、そういうことは一切ありません。自分のまんまでいいんですが、その自分の価値観、自分が一番っていうものを今度神様の方にこう変える方向転換ができないと神様をイエス様を信じていくことができません。そこに信頼が必要になってきます。イエス様に信頼していくこと、キリストに信頼していくこと。今日のこのイザヤ書の28章というのは、1節、災いだエフライムの酔いどれが誇りとする冠というふうに始まっていきます。この28章、イスラエルが分裂した北イスラエルと南ユダ、そこにいる彼らの神様に対する高慢さ、そこをこうイザヤが予言によって指摘していくところから始まっていきます。サウル、ダビデ、ソロモンと続くイスラエル王国の繁栄、それが終わった後ソロモンの時代の後にイスラエルという国は北イスラエルと南ユダに完全に分裂分断していきます。それぞれに王様が建てられて、それぞれの王様がそれぞれの国をこう統一していくという形になっていきます。で、特に言われるのは北イスラエルは12部族のうちの10部族がこちらにいます。そして特にこのエフライムというエフライム族が多くいるのがこの北イスラエルなんですが、北イスラエルの方が南ユダよりも神様の御心を求めるよりもこの王様の手腕によって国が本当にこう神様ではなく王様の信仰というのがこう堕落して、そして神様から離れて人間的にこう生きがちな王様が北イスラエルは多くいるんですね。南ユダにもそういう王様いますけれども、南ユダの方が比較的こう神を恐れて神様が嫌がることを避け、神が喜ぶことを求める王様が多いんですが、北イスラエルというのは、
神様を恐れず自分の、立場というか自分の権力というのをこう振りかざしていく、神様が嫌がることでも自分がしたいと思えばしていく、そういう王様が多く統治しています。でその一つの理由として、この北イスラエルの地域の土地の豊かさというのがあるんですね。神様により頼むよりも土地が潤されていて収穫物が多い、そこはすごくこういろいろなものが繁栄していて、いろいろなこう食べ物が取れる、いろいろな農作物がこうよく取れる、また花の生産も盛んで、そして酪農も非常に活発な地域がこの北イスラエルなんです。なのでその土地柄、神様により頼むよりも、まあ、ハードワーカー、自分たちが一生懸命働いてこの国の繁栄を守ってるんだという、そういう高慢さというのが北イスラエルには多く見受けられます。そんな中で、北イスラエルという国をこう代表するのがこのエフライムという言葉になってくるんですね。エフライム族が多く多い土地をこう持っていますので、ここで災いだエフライムの酔いどれがと言っているこのエフライムというのは、エフライム族のことを言っているのではなくて北イスラエル全体のことを表して言っています。この北イスラエル、エフライム族の多いこの北イスラエルがもうその花が取れる、酪農が盛ん、そういうものでもう高慢になってしまって、神じゃない、私たちが頑張ってるんだ、私たちがこの国の繁栄を守ってるんだっていう、そういう国によって彼らがどんどん堕落していき、この酔いどれがもう神様を求めるのではなく、お酒を飲んでみんなで遊んで自分たちの力を誇っていく、そういう彼らの酔いつぶれていっている者たち、自分たちの欲に酔いつぶれていっている者たちに対して、イザヤがこの国は滅んでいく、アッシリアに取られていくということをこう予言していきます。また南ユダは比較的神様を恐れている王様が多いんですけれども、ここではやはり今度は霊的なリーダー、神様を恐れる王様が立つということは、その霊的リーダーの祭司とか預言者たちというのも多く活躍していく土地で、こっちの弱さというのは7節にあります。しかしこれらのものもブドウ酒でよろめき、強い酒でふらつく、祭司も預言者も強い酒でよろめき、ブドウ酒で混乱し強い酒でふらつく、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。南ユダの弱さというのは、こう王様は神を恐れる王様が多いんですが、ということは当然祭司とか預言者とい こう神様の霊的なケアをする人たちのこう権威というか立場というのがこう高くなっていきます。北イスラエルの方は農作物とか花とか酪農とか、そっちの方の祝福によって、堕落していく。でも南ユダの方は王様が神を恐れている人だからこそ、祭司預言者のようなこの神の働きにつく人たちの立場が上に行き、その人たちがその立場によって高慢になっていく、自分がみんなから敬われているその立場に寄っていってしまう。で、まあ、実際にここではもう彼らがお酒を飲んで、そしてどん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 堕落していき、もう お酒に酔いながら神様を礼拝するリーダーシップを取っていったり、もうそんなような堕落が南ユダには多くなっていく。最終的には北イスラエルが先にアッシリアに取られていき、そしてその後南ユダが時を遅くしてバビロンに取られていくわけですけれども、バビロンに取られていく前にもアッシリアが力をつけていく。そこでアッシリアに自分たちが奪われていかないようにエジプトに助けを求めていって、そしてエジプトに介入してもらって、でなんとかアッシリアのこう攻撃を抑えていこうなんていう、こう人間的な政治的な力を南ユダは知恵を働かせてやっていく。こんな時にさえ神様に助けてください、主よ、私たちはあなたに罪を犯していましたといかないで、自分たちの政治的な策略で、あ、じゃあエジプトに助けを求めてエジプトに介入してもらおう、そういうふうにしながら自分たちの国を守ろうとする。最終的にはバビロンに、取られてしまって、バビロン捕囚をされていく、完全にイスラエルという、北イスラエル南ユダという国が消滅してしまう。神の栄光のために建てられたエルサレム神殿が神を恐れる人たちではない人たちにこう取られていってしまう、略奪されていってしまう、神を礼拝する場所で神が礼拝されなくなってしまう、そういう現実がこの中で起きていくわけです。その予言がこの28章、イザヤが、北イスラエルに対して、南ユダに対して、彼らの高慢さ、彼らのプライド、
神ではなく自分たちの土地の繁栄を神にしてしまった。また自分たちの立場を神にしてしまった。そういう彼らに対してイザヤが注意を促しているのがこの箇所になってきます。そんな中での16節、それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。これがキリストの予言です。この聖書箇所、この今の箇所というのは、たくさん新約聖書でも、こう引用されている箇所になりますけれども、イエス様、後に来るイエス様を表しているキリスト予言がこの16節になっていきます。このような北イスラエルの堕落、南ユダの堕落の中にあっても、これに信頼する者がいるということです。神様が与えてくださるキリストに、メシアにしっかり立って歩んでいく者がその中にもいるんだということなんです。確かに彼らはこの後捕囚されていて、自分の国というのを奪われてしまう、自分が神を礼拝するという自由を奪われてしまう。しかしその中にもしっかりこの礎に立つ人たちがいるんです。それが私たちもよく知っているダニエルであったり、シャデラク、メシャク、アベネデゴであったり、こう捕囚されていく中にも、その中にあっても神を恐れてエルサレムに向かって礼拝していく神様を恐れる者たちがいるんです。自分のプライドとか高慢さではなく、神様に、キリストにしっかりと立って、自分の信仰がどんなに困難な中にあっても神を見上げて神を恐れ続ける者たちがこの中にもいるという事実。キリストに信頼し続ける者たちがこのような堕落の中にあっても必ず存在しているということ、これは私たちの今の時代も同じことが言えるのではないでしょうか。日本においてもそうです。カナダにおいてもそうです。本当に神様を恐れない者たちが国を統治し、また神様が嫌がることが当然のように国の中で行われていく。もちろん殺人とか盗みとかそういうものは聖書の10回にもダメって書いてある通り、国の法律にもなっていて、それらを行えば犯罪者として捕まっていきます。でも聖書で神様がいけない、これはしないでくれというものもが、もう当然のようにみんなやってるでしょう。そしてそれをする、神様の御言葉を守っていくことをしていこうとするときに、国の法律が介入してきて、それが自由に行えないような、神様がダメって言ってることをダメだと言えないような、そういう国に世界はだんだんと動いてきています。しかしそんな中にも神様の言うことにしっかりと立つ、キリストにしっかりと立つ、たっとい要石の上にしっかりと立って立ち上げていく、そういう神を信頼する者たちが存在しているということ、この存在が非常に大切な存在であることを私たちは見ることができます。教会というのは神様によって召し出された者たちの集まりです。教会というのは神様が見つけ出してくださった尊い命、イエス様が投げ出してくださった十字架の命と引き換えに、神様が神の子供としてこう召し出してくれた者の集まりが教会です。教会は私たち罪人の集まりでありますが、でも同時に主の教会であります。罪許された罪人の集まりであり、ここはこのキリスト、要石にしっかりと立った私たちがこう神様の喜びをこの地に実現していく場所であります。またこの地上にある神様を伝えていく門です。天国の入り口にならなければならない存在、私たちこそがこの時代にあるこのキリスト、要石にしっかりと立つ、これに信頼する者は慌てふためくことがない存在でなければならないということを教えられます。この世の中がどこにプライドを持とうと、どこに傲慢な思いを持とうと、私たちはこのキリストに信頼する者として立ち上がって歩んでいきたいなと、そのように思わされます。お祈りを捧げていきましょう。神様、このイスラエルの時代、北イスラエルはこの土地の繁栄に、また南ユダは自分の神に選ばれているというその立場を傲慢として大きな罪を犯し、後には違う神を恐れていない人たちに自分たちの土地を、自分たちの信仰を奪われてしまうという困難にあっていきます。
しかしそんな中にあっても、あなたを恐れ、あなたに忠実に従っていく魂がゼロではありませんでした。神様はそこに目を留められました。そしてその人たちの神様にを見上げるその姿勢というのを旧約聖書で私たちは見ることができます。今の時代も同じです。この北イスラエルや南ユダの、いやそれ以上に堕落しているかもしれません。しかしそんな中にも教会が立ち続けていることをありがとうございます。そしてその教会にあなたを求める者たちが、あなたを恐れる者たちが集まり、どんどんそれが増え広がっていることもありがとうございます。私たちがこの地上に価値を置くのではなく、あなたのキリストのその十字架の上にしっかりと立って、神様の喜びを、神様が正しいとすることを喜びと自信を持って行っていくものであるように、みんながやってるから、世界はこうだからではなく、聖書が何と言ってるか、神が何と言ってるか、人の目ではなく神の目を恐れる私たち一人一人であるように、どうか私たちを支え導いてください。この世の常識ではなく、神様の大切にしているものを私たちが従っていくことができますように。今から祈りのひとときを持ちます。どうかこの祈りの中においても、私たちの心がこの地上にものに高慢になるのではなく、またこの地上のものを見て恐れるのではなく、神様を見上げ、神様を喜び、神様に信頼し、祈りを捧げることができるように助けてください。お祈りの時を持っていきましょう。